この日、我が国が誇る世界遺産富士山のふもとのとある大学に、これまた我が国の誇る国民的人気アイドルが CM 撮影のために集められていた。なんでもこれは2020年東京オリンピック盛り上げ隊に任命された各界の著名人が日本各地にある世界遺産で様々な企画にチャレンジする CM らしい。そしてこの日はアイドルがオリンピックにまつわる五択クイズに挑戦という企画が用意されていたが、なぜかチャイムが鳴り響くそのセットの裏には朝一に現場入りし日の出の富士山を眺めながらひたすら生徒たちの登校を待っていたイライラマックス状態の一人の熱血教師の姿が。ナイスリアクション。あんま走り回らないで教室とか。扉壊れちゃったよ、もういきなり。入って。佐野さん。おはようございます。なんで最初第一声が佐野さんなの。ありがとうございます。いやー、まあ、あ、すぐ直るね。すごいね。早い。いいよ。いろんなことを今思い出してるんですか。だってオリンピックの CM 撮るって言って7年後よ。一回そっち挟むし、ね、続いて現れたのはせーの、おはよう。仲良く2人で投稿。ちょっと待って、何ですか。当たったって当たったって言ってたけど、あれクイズに正解したい。嘘。席座る？また？やば。ナメさん大丈夫？体とか大丈夫？痛くない？腰打った？前腰打った？打ってないです。大丈夫です。腰押さえて大丈夫だから。バンテリンやのバンテリン。バンテリン。なぜか一人にだけ優しい先生だが、他の生徒は容赦しない。なんじゃおい。なんじゃおい。ヘラ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 。二人とも扉を直そうと試みるが直れへんやん。こんなパーツが足りない。舌泣いてるやん。靴脱げてるやん。髪の毛伸びてるやん。だいぶ伸びたね。だいぶ伸びたね。いや、高島さんは皆勤賞やね。なんかしないけどずっとおるね。なんかずっと。するとフレッシュ世代がまとめて投稿。それぞれ色があるね。おはよう。おはようございます。どうしたの、佐々木さん。なんか見たことある。なんか見たことある。見たことあるもんね。頭のいい入山さんやね。せやせや。そうなんですよ。そうなんですよ。言っちゃった自分で。自分でそうなんですよ。もう自覚し始めたね。私は頭いいんだ。AKB の中でも頭いいんだっていうね。真ん中の人誰？初めまして、横山由依です。あれか、ユーキャンの。あ、そうです。あ、資格の子よ。そうです。みんな、ほら資格の子や、ほら。資格の子よかったよな。あ、そうや、爆裂お父さんにはこの間出演させてもらったんですけど。あれか、27時間の時や。はい、そうです。あの時いろいろ問題があったから。いろいろ問題あったから。すいませんでした。大丈夫です、元気です。よかった、元気そうで。よかった。半分は埋まったかな。半分以上埋まったかな。半分ぐらい。続いてはこの同期コンビ。おはようございます。おはようございます。まあ飲み込み早いな。理解が早いな。はい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 。さあ今指原さんがぐるぐるぐる頭回転させてます。そこですね。さあ何でしょうね。どうなんでしょうね。座ってください。お次は。
はるばる大阪から生徒が息できる？山さん息できてる？息できてる？緊張する、え？緊張する緊張する何何緊張する？急になんか緊張してきた。急に緊張してきた。この光景見て急に緊張し始めた。てかあなた誰？あ、渡辺美幸です。渡辺美幸さん、ミルキーさんっていうふうに言われてるんですけど、ミルキーさん、え、西の神対応という。西の神対応。特にあの握手の仕方が全然違うので。握手が違うの。ファンの心を掴む握手の仕方。じゃあファンやと思ってファンなんです。いやいや、そんな握手の仕方しないですよ。握手してください。いやいや、普通にしてください先生。めちゃイケスペシャルは昨日まで世界になかったものを旭化成と、いや、そんな人いませんよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんな不安でも神対応でないとあんまやない。ああ、そういうことですね。そういうことですね。さらに名古屋からも。君だな、確か君だよ。はい、私ですか。知ってる。じゃんけん。じゃんけんのね。はい、パーで勝ち上がった人。はい、パーフェクト、パーフェクト。パーコさんね、パーコさん。パーコさん。パーコさん。パーだけで勝ち上がってきて、パーコさんだよ。知ってる、パーコさん。ありがとうございます。すごかったよね。ありがとうございます。しかもあれでしょ、10年に一度の逸材だなんて言われやがってよ。パーコさん、すごいじゃん。ダブルマッチなんでしょ。はい、ああ、これがツートップか。これが境のツートップか。いいもん見させてもらったよ。さあさあ、もうだいぶ埋まったね。あれ、あと一つ。はい、あと一人です。あと一人。誰でしょうね。最後にオリンピッククイズで壁を突き破ってくるのは。一体何が？一体正解するのを前提に作ってあるので、間違えると壁が抜けないのだ。まさかの2回連続不正解。バカ。すごいな。かわいい。バカたれよお前は。みんな一発で入ってきてるのにドーンドーンってお前。一発で来いや。まあ、バカなんだからもう一番最初に来いや。もう。うろうろすんなよ。一個しか空いてないのにお前。でも、バカだって活躍できる今夜は AKB48 は抜け主開催で体力勝負。走って飛んでぶつかって運動音痴のセンター決定。加藤とファイユーの因縁はもうありえない形で決着して、見逃し厳禁、熱すぎるドキュメントだぞ。めちゃめちゃイケてる。街はすっかり冬だけど、やるんだよスペシャル。今こそ体を張る理由とは。私が犯人の岡村隆史です。全くわからないですよ、字が。岡村隆史です。何で最後、何で3本ライブで。こんな個性的な先生が指導する国立めちゃの水女子第48校とは、今年の春に開校した国民的アイドルのみが入学を許される、いわばエリート校であり、この度新たに4人の転校生が晴れて入学。春の開校と同時に公式行事として実施した抜き打ちテストでは、成績トップの入山杏奈、そしてセンターバカに決定した川栄里奈とニュースターを輩出したことは記憶に新しいが、あれから半年、本日は超多忙な15人を集めて秋の公式行事を行うわけだが、
歌、ダンス、ドラマ、バラエティー、あらゆる基礎能力が高い彼女たちの学力以外に一体何をチェックしようというのか。今日はテストではございません。今回やっていただくのは何だ体育祭です。今回皆さんにやっていただくのは体育祭です。あれ、あそこだけが体育祭なのかな。その前は何や。テストではなく体育祭ですらしいわ。笑ってられるのも今のうち。というのも普段一糸乱れぬダンスを披露する彼女たちの中にも運動の苦手な人は大勢いるらしいが、本日は個人と団体の計5種目で一人一人に得点がつけられ順位を発表。最近トレーニングで体にキレが戻った岡村先生は大張り切りだが、果たして春のセンターバカに続き今回は一体何を決めるのか。世の中で、まあ、運動できない人を何と言いますか。運動音痴。そうです、運動音痴、略してうんちです。今回はこの中からうんちを決めます。この中からうんちが出ます。いやですね、つまり今回は AK ブリブリ48の中からクソセンターを決めます。クソ。これはというのもこの体育祭には長い歴史が。よーい、さかのぼることちょうど10年前、岡村先生は当時の国民的アイドルグループモーニング娘。と体育祭を行っていた。運動会ならば楽しくやらないと。運動会だから楽しく、それが今間違ってるんですよ。あいつに負けた、今度勝ってやろう、そういうところで頑張りの努力、そういうのが生まれてくるわけでしょ。いけ。この岡村先生の熱い言葉に彼女たちは奮起。そのひたむきな姿は日本中を感動させた。いやー、感動した。みんなの必死な顔見れて本当に、本当に感動しました。感動した。モーニング娘。もね、いろんなメンバーがねこう抜けてこうなってる時期ありましたよ。こうなってる時にね、体育祭やったので、汗かいたの。汗かいたらね、こうなったモームスがね、こうなったよ。何事にも全力で立ち向かう姿が見る人の心を打つのだ。AKB さんもさ、 AKB さんよ、あんたもなんかこっからまたガーンって行くんだよ。でもだからといって体育祭ってやんなくても、うん、体育祭の先生は冷めたことを言うやつが一番嫌いだった。やるんだよ。今だからやるんだよ。体操着に着替えてグラウンドへ。30分後、グラウンドでは早くも開幕の空砲が。ただいまより平成25年度めちゃの水女子第48校体育祭を開催いたします。まずは入場行進です。さあ、15名が颯爽と入場してまいりました。赤組白組分かれての入場であります。全体止まれ。止まりましたね。今回こうやってね、赤組白組に分かれて、なんでですか。なんか勝手に分かれられてたんですけど。チーム分けね、はい、その、まあ、簡単に言うと、赤が、おばさんチームで、白が若手です。まあ分けるとするならね。あの、私22なんですけど、こっちにいていいんですか。やっぱフレッシュさがあるもん、やっぱり。ありますか。あるある。そんなにない
よ。大丈夫大丈夫。やっぱこっちはもう長いから。あ、そういうことか。ううとね、長いかなんか、なんかボテッとしてもね。なんか長く言い過ぎててボテッとしてるもんね。続きましてラジオ体操です。体操の体型に開いてください。両手感覚ね、はい、開いてください。ラジオ体操です。そんなにバーティーかなくても開きすぎじゃないですか。見てあげて、スタッフ見てあげて、早く。それでは気になる生徒たちのスポーツデータを紹介していこう。声入ってないバージョンやからね。まずは赤組大島優子。不動のエースは運動神経も抜群らしいが、年齢的に最後まで持つか。渡辺真由、スポーツ経験はほぼゼロでも何事も真面目に取り組むその姿勢で一日乗り切ろう。柏木由紀、先日のソロライブ成功でその人気の高さを証明。でも運動音痴だったらファン減っちゃうね。北原理恵、かつては陸上部に所属し父親も元陸上部というサラブレッド。テストに続き A クラス入りなるか。小島春菜、いつもテストでは下の方の順位だが運動も大のつく苦手、楽しければいいやって真面目にやってよ。峰西みなみ、いろいろあったけど今やいい感じなショートヘアに。小学校ではリレーの選手だったって本当。指原莉乃、もともとオタクだった彼女は体力に全く自信がない様子。総選挙1位がクソセンターはやばいよ。ここから白組松井ジュリナ、名古屋から来た10年に1人の逸材がフレッシュなチームを引っ張る。松井玲奈、剣道で市で3位になったことがあるのになぜか周りからは運動音痴と言われるという、なんでだろう。島崎遥、イメージ通り学生時代ずっと文化系クラブだったという塩対応娘、とにかく元気出そう。山本さやか、なぜかめちゃイケの現場は緊張するけど体を動かすのは得意なので今日はのびのびやれそう。横山優衣、中学3年間バスケ部だった彼女にはチームメートも期待大。ユーキャン精神でトップを目指せ。渡辺美由紀、かつて週6日ダンススクールに通っていたスポーツ少女、初登場でも遠慮すんなよ。入山杏奈、春のテストでぶっちぎりの1位だった現役女子高生は体育祭でもトップに立てるか。河江里奈、こちらは逆にセンターバカとなり悔しい思いをしてきたが体育は何より得意とリベンジに燃える。続きまして選手宣誓。選手代表白組河江里奈。選手代表赤組代表小島春菜。お前この二人は張り切って、はい、こちらにカンペがありますので、はい、しっかりね、この書いてある通りに読んでいただければ結構です。なるほど、先生先生してね、はい、しっかりね、せーの、宣言宣言いきなり宣言宣言って何、何宣言宣言あ、この漢字ですね、ちゃんと読んでよ、はい、せーの、宣言我R選手一同は我R ちょっと待って我R 我R 待て我R 我R アルファベットに見える我R 我R これはめっちゃ可愛い、ごめんなさい、可愛い、早くも変人を見せつけてもらう、悪かったんかな我R って何やった、いきなりやな、まあまあ、小林田先生パンチ、まあ、もう一回もう一回頭からええよええよ、感じたままでええよ、もう感じたまま。まず第一種目は定番の徒競走から。15人が 50m のタイムを競うが、まずは岡村先生がどれくらい必死に走るべきかお手本を。あら、久しぶりにこれフォームする時のね、はい、そうなんですよ、いい見本を見せてくれましたよ、はい、10年前に走りました、10年前10年前、はい、よーい、さあスタートしました。岡村先生の 50m 加速が効いている、素晴らしい走りだ、素晴らしい走りだ、今ゴールした、ゴールイン。あれから10年、43歳の岡村先生が AKB に見せる本気の走りとは。よーいスタートしました。おお、ダッシュ、ダッシュ、速いぞ。43歳の岡村です。速い速い。ああ、なんとゴール前10年。
今めっちゃショックやと思うね。足もつれてこれぐらい必死で走ってくれってことそうなんです、ボケても諦めるなと、はい、そういうことですよね、はい、で完全に順位つけていきますから、はい、いいですか、こけてもヘラヘラしない、はい、俺ヘラヘラしてたか、半分泣きそうなながらやっぱりそうだったんですね、やっぱりショックだったんですね。では第一レース、収束の大島にどれだけ他の生徒が気持ちで食らいつけるか。大島さん意気込みを。1位取ります。はい、はい、早い、マユユ早い、マユユ早いって早いってマユユ卵が早いって、急にやる気だったな。そう、やる気と本気がこの体育祭のテーマなのだ。人気はあるね。では行きますよ。はい、1位についてよーい、さあスタートしました。いよいよクソセンターレースがスタート。では行きますよ。はい、1位についてよーい、ドンって言って走ってくださいね。まだね、まだですよ、よくピストルが鳴ってからですよ。10年ぶりにやりましたね。これ絶対やっとかなあかんやつやから。ごめんなさい。では改めて1位についてよーい、さあスタートしました。大島コースタート、横山の中央、そして渡辺美雪、そして渡辺美雪、大島さん、さすが大島さん、早い、2着に横山、3着渡辺美雪、そして渡辺真由が4着。早いよ大島さん、早かったですね。早かった、任せてください。声がちょっと寒なってるしね、喉がちょっとやられますけども、おねえやないや早かった、後半の伸び。この第一レースはスプリンターが揃っていたので気合十分だった渡辺真由も一歩及ばず。真由ちょっと遅かったね。遅かったですね。このチームでうんち候補でございます。第一レースのうんち候補、なべさんこの草のところに座ってください。真由地べたやって、マユユが地べたに座りました。マユユ地べた座ってる。ちょっと落ち込んでおります。ちょっと落ち込んでおります。これはしょうがない。皆さんそうなりますからね。ねえ、いろんな人たちがもう座ってきた草です。さあそれでは第二レースは草に絶対座りたくない二人がライバル心むき出しに。さあ松井さん、はい、自信のほどは。とりあえずサッシーに負けないように、それだけです。サッシーには負けたくない。サッシーに負けるとなんかちょっとメンツが、お、なるほど、さすがここで関係性を作っておくという一つのね作戦としてはね。さあ難波の子、はい、山さんどうですか。この4人の中では私が一番若いので、まあその勢いで関係ないんだよ。若さが関係あるのかないのか、行ってこい。だってすぐ釣れちゃうんですよ。だから走る範囲ですから。よーい。真剣勝負の前におしゃべりなど厳禁なのだ。じゃあ行きますよ。1位についてよーい。さあスタートしました。山本コースタート、峯岸が2番手になった。おっと2人ずつで大きく離れている。山本リード、山本リード、2番手に峯岸で、ゴール、そして南部さんも遅いぞ遅いぞ、どっちもどっちのゴール、遅い、指原松井では、おばあちゃんや、久しく追いかけた問題作みたいな。いやでもレナに私最後勝ったんですよ。ちょっと嘘、私の方が早くなかったですか。私が最後勝ったんです。勝ちましたっけ。ちょっとスローで見てみましょうか。はい、ここは1位2着、ね、2着は早いですね。いけてるもん。この後ずいぶん時間が経ちまして、ね、相当空いてるよね。おっと最後、あっ、おっと最後抜いてますか。指原さんが抜いてますね最後。確かに、この手の入れ替わりですね。指原さん3位の入れ替わります。3位と4位入れ替わります。最後の最後でちょっとね、最後の最後で
ちょっと前にこう出たかなって。絶対負けたくなかった。最後すげえ遅かったですよね。いやあんたも十分遅かったですけど。最後すごい遅かったから。スーパーあれぐらいで回ってるおばちゃんいますよね。特売の時に、ええ、続いて第3レースは足に自信があるメンバーが揃って大混戦の予感。自信のほどは。私も小学校の頃リレーの選手だったんです。リレーの選手ですって。そうだったね。今日はじゃあ負けるはずないですね。まずないですね。はずないです。期待してるよ。さあパーコさん。違う、10段10段。パーコさん自信は。そうです、私は小学校の頃ずっと陸上部で、はい、陸上部やで。リレーの選手はおるわ、陸上部もおるわ。短距離だったので。短距離やで。かっこいいです。ハイレベルなレースが期待される中、岡村先生はある生徒の異変に気づいた。あ、ちょ、心臓悪いんちゃう？ザキさん、あれ、大丈夫ですか？ちょっとAKBのスタッフの方、あの、僕らちょっと分かんない、ザキさんの顔色だけ伺っておいてください。なんか、白すぎて怖いんですけど。倒れちゃう。倒れ、これシャーかかってるけど。大丈夫ですかね？ほら、またトカゲみたいな目になってきてるから。大丈夫かな。さあそれでは準備いいですか。1についてよーい。さあスタートを切りました。横一線のスタートになりました。松井純奈がしかしここで先頭に立った。先頭に立った。2番手北原、2番手が北原、そして柏木と島崎が競って、わずかに前に出たのは柏木。2番手北原、3番手柏木、そして第4位は島崎ということになりました。やっと2名、変な走りでしたよ。松井ジュリナが元陸上部の力を見せつけ独走する中、ギャラリーの視線を釘付けにしたのは遅い2人組の方だった。ここ2人変でしたね。なんか変で、走り方変でしたね。変でした。はい、変でした。すごい変でした。お腹先行型というか、なんか、はい、なんかね、まあでも、まあね、ビリーいましたからどうでした走ってみて。なんか柏木さんが始まる前に、うん、いや私なんか、うん、遅いから、実は遅いから大丈夫だよパルルみたいに言われたんですけど、うわうわうわ、そういうこと。だから先輩だから負けてくれるのかなと思ったんですよ。そう、優しさでパルル熱いなんか。めっちゃ熱い。そんな元気が乗ってたんですね。なるほど、めっちゃテンション高い。騙された。始まる前にこのもうなんか走れませんみたいな雰囲気だった。走れなかったじゃないですか。4位ですよ。これまさにあれちゃいます。運動会あるある。私も遅いからもう絶対無理無理無理って横も見ながら遅いかもしれないっていう一個かましといた。まんまと騙されたな。先輩怖いです。先輩怖い。盛り上がってきた第4レースにはいよいよセンターバカ川栄が登場。運動でリベンジなるか。ここはもうあれやで、がっつり見せとかんと。いや私、うん、小中高を、うん、全部体育に捧げてきたんです。なるほど、体育だから勉強できないよ。勉強そっちのけど体育に捧げてきた。確かにこう下半身しっかりしてる感じするんだ。私すごいテニスやってたんで6年。テニスやってた、はい、どんな感じ。ちょっとサーブ、あいい声出てますよ。いいね、うん、やってた声やわ。はいはい行きましょう。あもうやる顔してるやん、かわいい。表情が違う、ほら。おいい顔してる。いい顔、めっちゃいい顔してるやん。行きますよ。さあ第4レース1についてよーい。さあスタートしました。お、川栄早いぞ、川栄早いぞ。あとの2人をぶっち抜いていく。ここは川栄の完全独走状態。センターバカ川栄がここでテストの借りを見事に返しました。しかし川栄ダントツのトップです。川栄早かったね。さすが体育に支えてきたね。ねえ、言うてた通り体育女子ですよ。体育女子、体育バカです。体育バカ。なんと体育バカ川栄が期末テスト1位の入山を置き去りにするという痛快なレースに。そしてこの2人はどっちが勝った。私多分2位だと思います。2位。私も2位だと思います。どっちも2位。どっちも2位や言うてるんですけど。どちらでしょうか。高島の方が早いんじゃない。あらあら、あーあ
小島さんもっと早いですね。俺言うたやろ、笑ったあかんって。なんで最後ちょっと笑ってんの。横顔でもなかったらちょっと笑ってたやんな今。結局徒競走総合トップは万能エース大島、2位3位は松井樹里奈横山、そしてスーパーを回るおばちゃんのようなスピードしか出なかった松井玲奈がビリに決定。こういう言い方したらあれですけども、まあ、不安が離れていく、うん、あの加藤浩次も言うてたんですけど、はい、香織ちゃんのダッシュ見た時に引いたって。だから俺が聞いたのは、はい、加藤さんが聞いた、お前もし結婚する時嫁のダッシュだけ見とけよって言われた。気持ち悪かったんですって。嫁のダッシュを見て気持ち悪かったんですって。ちょっとねそういうのもあるんでね。ここで来賓の到着です。あ、実はですね、本日秋元康先生にお越しいただく予定だったんですけれども、少し到着が遅れてたんです。あ、今到着されました。今メンバーも見覚えのある秋元先生の愛車がグラウンドに到着。うわ、おはようございます。うわ、秋元さん、春のフェストでも大人気だった小さい秋元先生。飛んできた飛んできた飛んできた、ほら来てくれはりましたよ。ちっちゃい秋元さん挨拶してください。ちっちゃい秋元先生もねちゃんと来てくれましたけども、はい、皆さん驚くなかれ、ちゃんと大きな秋元先生も来てくれてます。あら、大きい秋元さん、あ、秋元さん、いい大きな秋元先生も来てくれてます。あら、大きい秋元さん、あ、秋元さん、いい大きい秋元さん、そこには3メートル以上ある大きい秋元先生が。先生、秋元さん来てくれたよ。でかっ。どうもおはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。握手です。みんなも握手してもらいなさい。みんな握手してもらいなさい。こんななかなか来てくれないよ。ちゃんと見てくれてね。するとその時、あ、ちょっと待って、あれ、あれ先生、先生ちょっと待って、お腹痛いんじゃん。先生お腹痛がってる。大丈夫ですか。あ、え、大丈夫、先生、お尻向けて出ちゃう。あれ、おぎゃー、おぎゃー、生まれた、おぎゃー、誰よ。浜本先生生まれたね。浜本先生です。浜本康先生、入っててびっくりした。入ってて俺ここびっくりしたよ。浜本さんが生まれた。ちょっとシュールすぎて分かんない。シュールすぎて分かんない。もう8割終わった仕事。10年前と一緒ですね。そうそう、終わり終わり終わり。この出るとこにも全力を尽くしたやな。あとはガヤ。ええな、頼むで。続いての第2種目は走り高跳びのはずが、一旦休憩に入ってしまった生徒たちが声をかけてもなかなか集合せず。遅いよ。あれ、早く。ほら、感じないと。常に感じとかないと。そうですね。始まるのね。始まるのお前メガネ忘れとるやない。お前メガネ忘れとるやない。これでは生徒怒れない。始まるのを感じないと。お前こっちもメガネ忘れとったから。こっちも忘れとったから。さあ大島さん、よろしいですか。はい。イメージできました。はい、できました。一発勝負ですからね。行こうぜ。よーい。まずは100センチ。イメージある、イメージある。いいですよ。なになになに、大島さん自分のタイミングでいいですよ。自分のタイミングでいいですよ。飛び方迷ってるから。カテちゃん、カテちゃんみたいな。なかなかいけない。なにそうや、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 イメージね。ほんまもアウトやで。1メートル受けた生徒には全員1位の得点が与えられる。さあ渡辺真由、どんな飛び方でも飛べたらええのよ。そうそうそう、バー落とさへんかったらええからね、うん、はい、うん。新しい飛び方じゃん。何これ、革命的な。肘から入る。よーい、さあ飛べるか迷う。おー、
ハサミ鮮やか、自分でもびっくり、成功、成功飛びました。さっきのイメージ何やった、こうジャンピングエルボーみたいな、なんかこうやったけど、最終的にハサミ飛びやったけど、ハサミでした、ハサミでした。さあ、ヨナさん、はい、さあどうか、おお、すごい、ルントン回転、全然いい、全然ですよ、飛び込み選手、運動神経いいね、うわーすごい、往年の守護神エツコやからこっちへこっちへ、もともとジャックやからな、元ジャックや、うん、さあよっしゃ、白組の渡辺美雪、さあどうか、お、ゆっくりと弧を描いて、おっ、いやー、揺れて落ちました、失敗、惜しかったな、惜しかったね、綺麗でしたけどね、もう一回したら絶対飛べるんですけど、でも一人一回なんで、そうやで、残念ながら残念ながら自分で締めていったけど、そう一回勝負やから、今なんかお願いするのかな、そうやな、新しいな、勝負やお願いしたらいいのに。ここからは負のレースが続き、有権横山が膝を引っ掛けると、膝が、指原も力なくバーを股に挟んでゴーンと失敗、なんでしょうか今の飛び方は。島崎に至っては、おな、飛ぶこともなく撃沈、そして柏木にしては珍しく神対応らしからの荒っぽさ、足の裏で踏みつけよったもう徒競走でビリだった松井玲奈も同じく足の裏でバーを踏みつけると、足の裏で蹴りました、とどめの小島春菜は衝撃の珍プレー、先に小島さんダイジェストね、ダイジェストでいいよね。さあどんどんいきましょう、北川さん自信はあんまりないんですけども、ああもう、でも私のお父さんが、お父さんが、聞いてくださいちょっと、高跳び、うん、市で2位です。おお、市で2位、嘘、いきますよ、よーい。さあお父さんの血を引いているのか、おお、さあ決まってきました、さすがの CMA、よかったよ。見てますか天国のお父さん、飛びましたよ、死んでないです、娘さん飛びましたよ、死んでないって、死んでないってごめんなさい。さあドラコさんどうですか、うちのいとこが、いとこが、ちょっと聞いてください、うちのいとこが、いとこが、いとこも陸上部だったんですけど、高跳びで125飛んでます、125、いとこが125、ちょっと薄いけど同じ血が流れているかどうか、まあ、いとこやから、いとこやからな、よー、さあ血は争えないのか、おら、ラットクリア、危なかったけどな、後ろ持ってかれちゃったけど、信じるわいとこの話、お前ら、さあ賢いの入山さん行こうよ、勉強もできて運動もできるというとこ見せてくださいね、はい、今のいい流れに乗っていきたいが、さあ賢はどうだ、そのまま突っ込んでいきました思わず引いてしまう一度、ここに来て最低点出たね、なんかちょっと一生懸命さもなんかな、もう入山さん離れが今すごいよすごい、いやそれは一気に入山離れしたね今ああいうことなんやな、ファッと引いたもんな、みんなそうですね、なんか頑張れっていうのが続いて川栄さん、川栄、河合はテストの時ちょっとしたファン離れをすでに経験したというが、入山離れが全部河合に流れるぐらいの、私は運動できるんだ、すげえバカっぽい飛び方をしたセンターバカ、今の何、ロケット飛びやな、ちょっと前で両足飛び初めて見たな、うわすげえ、頭刺さんちゃうかな、うんで HK のジャゴンでびっくりしたの、すごいすごいな、どうやら本気でトップを狙っているらしい、続いてさあ峯岸、毛伸びたなやっぱな、伸びたな、伸びたな、ゴールではない、あれゴーリキあやめか、ゴーリキあやめか、ゴーリキさんと同じくらいの見た、ゴーリキか、ゴーリキダンス、ゴーリキダンス、ゴーリキや、ランチパン、ランチパン、ランチパックの時のダンス、もう一回、もう一回やって、もう一回やって、ゴーリさん、ゴーリさん、
ゼンマやろ、ゼンマでかってここおもちゃやろ。さあ止めるか、1メートル。うわっ、蹴り上げてしまいました。蹴り上げた。あんな剛力彩芽は嫌だ。さあさあ、これ9人ミスりました。ここからはどんどんバーを押されていって、高跳びの再開を決める。いきますよ、よーい。さあ、いけるいける。いける、いける。おい、少し余して。すると、この成功が他の生徒の勢いになり、横山、島崎が立て続けにクリア。先ほどファン離れを起こしかけた入山もかろうじて成功。なんとかツメントメント。飛び出した。峯岸もダイナミックなジャンプで躍動。ど根性を見せた。じゃあ行きますよ。そしてこれ以上ミスしたくない柏木も気持ちで飛ぶ。飛びました。何今の飛び方。マットで立ったのは。これ見てて、これ見てみ、これ着地満点やで。お腹先行だったんだよね。さあ小島、いや、どうしました。こっち来るで。自分でも分かってる。そっちこっち来てまうで。棒の方行かない。白い方、黒い方ちゃうから。そう。この棒と違うで。これちゃうね。そこそこそこの白いやつ。こんな世界陸向いてたやん。世界陸じゃん。織田裕二やん、ここ。気を取り直して。松井玲奈もこの勢いでいきたいが、挑戦でいく。一体何が挑戦でいく。松井が蹴り飛ばしたバーがカメラマンの足を直撃。しかも2人同時にぶつけるというミラクルが。弁慶の何のことですか。すねに当たりましたか。両方のカメラさんにコーンコーンと痛がっている。そして徒競走では松井とビリのデッドヒートを演じた指原。高さ85センチ。低い走り高跳び総合トップは100センチクリアの6人。そしてなんと徒競走でもビリだった松井玲奈がまたしてもワースト1位に。2競技ともギリギリでかわした指原は調子に乗って、低い低くしたんだって。あれやろ、食べかけの水羊羹でセンター張ってんやろ。包丁全然ちゃうやん。よくわかりました。食べかけのフォローだったな。そしてすでに2冠を取ってしまった松井玲奈だが、いや、これどっかで挽回せな、ちょっとダントツになる可能性あるよ。やばいやばい、ダントツのうんち。やだ、いや、これ全部全部1位やと、あんまただの一本草やからな。一本草になるよ。松井一本草ってなかなかね。松井一本草。絶対やねん。この後まゆゆが大暴走。極楽シアターや。第3種目は逆上がり。成功か失敗か一発勝負で配点がガラッと変わるため、とにかく落ち着いて取り組むことが大事。一発勝負ですから。はい、いけるか。さあ、勝負。まずは赤軍キャプテン大島が綺麗な見本でクリア。そうやな、さすが。座ってください。難なくクリアでございます。優勝したような、そんな感覚であります。さあ、渡辺真由。おい、ラジオはまだセーフ。助走ないか、助走ないか。助走したの。手滑りそう。うわ、そんな手汗かいてる。神経質になってますね。神経質。あ、指紋取れるよ、指紋取れる。やりすぎたら指紋取れるから。さあ、まゆゆ。いった。失敗。いや、ダメだよ。ちょっと見て。
あの俺言うたやろ、1回勝負や、1回です、1回です、チャンス1回からなんかしなきゃ、ちょっと待ってっていう出来かけだけど、とにかく一発で決めるというのが難しいらしく、失敗者が続出。運動神経抜群の山本、川栄、松井、ジュリナの3人は順当に決めたが、おしゃれ、決めた、切れたった。あのちっちゃい頃、ちっちゃい頃お父さんと公園で練習いっぱいしたので、おお、はい、自信あります。お父さんと練習しました。涙出てくるで、そんなもん、ほんま。できたはず。いやいや、だってみんな一回勝負やったもんな。え、そうだ、絶対嘘だ、みんな一回。嘘だ、嘘だ、これは嘘じゃないよ、今。ほんまやて。さらに続いて柏木、ほんとちょっと力んでるぞ、なんかおかしいな。柏木由紀、シャミだ。おいおい、スーパーアイドルグループと違うんかい。逆上がりもできないなんて。忘れちゃいましたか。忘れちゃいましたね。思い出して、うん、あ、ちゃうな。ふざけりやん、それ。これは何を思い出したんでしょうか。そんな中、指原さん、指原さん、何やら元気がなさそうだが、あの、いいとも終わっちゃうんですよね。そうやね。びっくりした。今ちょっと間で聞いて。俺もショックや。俺もショックです。私1位になったからレギュラー3本終わっちゃったんですよ。ね。あらららら。テンション落ちてますね。やれ早く。やれ早く。いけ。ほら。ちょっと頼むわ、おい。いいと思うな。とはいえショックを受けたのは先生たちも同じで。次テレビ。どんな番組やろ次。まあ、タモさんにやるのかな。わからん。今日やる。情報教えて、分かり次第教えて。あ、ごめん、さしこ。あ、ごめん、ごめん。何言うからやんか、そんな話。いや、ちょっといいともの話はちょっとやっぱ集まるよ、俺ら。今日ちょっともう飲みに行っていろいろ話したいぐらい。とりあえず逆上がりはしよう。そうや、逆上がりしよう。タモさんに捧ごう。はい、タモリさんに捧げます。あ、行くぞ、よーい。さあ、何を捧げてくれとんか。嘘やぞ。ボトン押してきたわ。うんちがボトン押してきたわ。捧げる。全然やんけ。全然言わなきゃよかった。さんのこと。結果逆上がりはこの5名のみが成功。全体的に残念な結果となったが、特に赤組は大島以外全員失敗に終わり。確かに大人になったら腰重くなるっていうのは分かる。腰が重くなる。腰がちょっとね、ほらちょっとお尻がね、うん、まあまあ女性やからね、肉づく。それはいいことだと思います。申し訳ない、一人子供産んだ感じになってる。おかじょの赤 DVD を一足先に購入した西さんへの出題です。おかじょ修学旅行でめちゃイケメンバーが集まり時代劇を披露しました。その際怒る加藤浩二を見て泣いてしまった辻のぞみに加藤が言ったこととは何でしょう。加藤浩二がピシャッと言いました。はい、西さんの答え見てみましょう、こちら。ごめんね。優しいですね。優しい。どっから行こうかみたいな感じだね。行ったわけですよ、行ったわけですよ。うーん、見てるもん。カオーライやん。巻き返りが巻き込むよ。あかんよ。やめてくださいよ。締めてくれよ。一番最後。やめてくれよ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 。こんなんで殴るんだ、この世界やれろ。やめてください。大阪いいじゃないですか。そうだろ。じゃあもうこんなことで泣くぐらいならほにゃららほにゃららと言いました。あー、だいぶ言ってしまった。こんなんで泣くぐらいなら学校行け。学校行け。西さんのそれ気持ちですよね。めちゃじょ体育祭では3種目を終えた生徒たちをめちゃイケメンバーがおもてなし。彼女たちにある差し入れを持ってきたという。というのもすぐ近くの足柄にあるめちゃイケサービスエリアには GQ グルメパークというフードコートが。本日は三中支配人が病欠のためガリタさんが一押しメニューを紹介。 GQ グルメパーク、うん、GQ、 ジャンボ、ジャンボ、
ジャンプ。あ、なるほど。ジャイアントでした。ジャイアントでした。ジャイアント、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 ジャイアント。ハンバーガーなんですけども、はい、実況になるとこうなるんです。通常の5倍の重さがあるガリタバーガーはチリソースと照り焼きの2種類の味付け。でアメリカンドッグサービスエリアといえば、はい、こうなります。通常の 2.5 倍のボリュームでガリタさんが開発したパン生地の食感が絶品。楽しいや。こんなに。さらには地元の食材を使った GQ メンチカツ、女性に大人気の GQ しらすまんも出てきて AKB 大興奮。で、あの餃子でございます。餃子。餃子。ドンドン。なんと通常の餃子の10倍のボリュームを誇る GQ 餃子の見た目はまるで筆箱やんかいなもん。エディさんでこんな筆箱持ってる人おんで。汚いのな。見といてくださいよ。ええ。いや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 言っていただいてね。ちょっとここまでのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お腹空いてんねんね。あ、いいね。あ、めっちゃちょっとガリタさん配ってあげたら。ガリちゃん、ガリちゃん頑張れ。これは GQ グルメパークオフィシャルマスコットのガリちゃん。そうそうそう。あ、倒れた倒れた倒れた。ちょっと器用なんだね。ありがとう。取ってあげて、みんな取ってあげて。ガリちゃん一生懸命配ってっから。うまい。ガリちゃんは頭がでかすぎて全く手元が見えないのだ。丁寧にガリちゃん。ここでガリちゃんさんからさらなる GQ グルメ情報が。足柄ってちょっとトマトが有名でして。あ、そうなんだ。はい、金太郎トマトっていうブランドトマト。え、金太郎トマト。へえ。このトマトを使った新作でミネストローネを作りまして、はい、ミネストローネ、はい、消えるからええな。うわジャイアント、でかいな。スイカ並みの糖度を持つ甘い金太郎トマトを使った GQ ミネストローネはガリタさんの要望で映画館のポップコーンカップの大きさで明日から発売。一口いってみて。うん、美味しいです。もう寒いから美味しいやろ。冷えた体が芯から温まると AKB のメンバーにも大好評。これが一番売れる。人気出る。美味しい。これが一番美味しい。美味しいってさ。ありがとう。これが一番マジで。この後もほんま頑張ってもらわなあかんから。うん、おしぼりってありますよ。ありますよ。あるあるある。ガリちゃん、おしぼり配ってあげてください。おしぼりやったら現象。ガリちゃん、おしぼりよ。ガラさんが倒れたよ。なんとか手探りでおしぼりをあげようとするガリちゃんだが。あげてくれてんの。ガリちゃん人間優しい。無線で。あけんでも別にほら。ガリちゃん。あけんでも。しかし、だんだんと様子が変わってきて。なんかイライラしてる声聞こえるけど。どうしたの。あいつ。ガリちゃんの中身は加藤浩次だった。なんだこれよ。いや、取ったらあかんやろ。なんだこれ。お前いろいろおかしいだろこれよ。取ったらあかんやろ。 AKB の前では可愛いガリちゃんに徹してほしいが。カブトかな。あかんあかんあかん。ごめんね。うるぇー。ちゃんとこれだった。これや。なんちゃうかよ。この夏いろいろあったのでとにかくおとなしくしてほしいが。とばっちりを受けるカメラマン。これは誰かが止めなければ。分かったから分かったから。まあ、ま、マユユ。なんだ。お前が出てくるとややこしいんだよ。まあ、そうケンケン言うなっては本当に。なんか見たことあるぞ。ちょっと懐かしいな。じゃあ今日はね。それは10年前の岡所体育祭の光景によく似ていた。おかしな話だろ。まずはメンバーに切れ出し。生きてお前らも。その怒りは岡所の生徒であるモームスにまで。
ガキ逃げてじゃねえぞこら。こうなると今はなき相方でしか止められないはずだったが、あいつなんだ、あスペシャルなんだから母は頬で終わればいいんだって、母は頬で終わればいいんだろうって。お前なんだお前この前髪ちょ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 ち
いや、やりきった。本当に気持ちや。本当に気持ちや。びっくりしたね。あの足の攻撃すごかった。足の攻撃はすごい。そっくりやった。え、でも台本にめっちゃ書き、これで覚えたんや。コメディーっぽく。えらいで。ここコメディーっぽく。やりきったよな。びっくりしたで。死んだ思ったで。ほんま死んだ思ったで。マユは。マユどう思った？本当。死んだ思った。そう。生きててよかった。生きててよかった。コメディっぽく言うた。さあ、すっかり仲直りしたところで後半戦、まずは相撲。紅白に分かれての団体戦になるが、個人の成績はもちろん団体としての結果もボーナス点として厳正に審査されるため、チーム一丸となっての応援が必要。さあ、それでは最初の取り組みに参ります。はい、赤組大島優子さん。よっしゃ。白組川栄里奈さん。川栄。さあ、両者の表にご覧ください。ちょっぱなかなか面白い。これが一番やな。バカの汚名を返上したい川栄と完全優勝を目指す大島、勝つのはどっち？よっしゃ、来た。さあ、行事を務めるのは加藤浩二であります。川栄がトップに立つためには、まずこの大きな壁を乗り越えなければならない。さあ、皆さん、個人の成績も影響しますか？個人の成績も入ってくるから、個人も団体も両方。 あれ何しゃべってんの、はい、何確認してんの？みんな25歳をこのままにすっからな、見てろよ。気合が入りました。両者勝ちだよ。オッケーよ。ノート。さあ、吹いちゃってますよ。吹いちゃってます。ちょっとすいません。吹いたかい。加藤浩二の方から説明がございます。さあ、ジャッジ公平から。ジャッジ公平。ただいまの取り組みですね。はい。大島が出したように見せましたけど、川栄がその後グッと来て、二人が混ざる形で落ちました。寄って、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 取り直し。なんと、ジャッジ公平取り直しです。なんだよ、ジャッジが取り直しになりました。何やってんだお前。こいつ見てねえんだよ、バカ野郎。お前なんでジャッジマンなんだよ。取り直しとなりました。チェケてんだよ。お前の理由は何なんだよ、ジャッジマン。改めて取り直し。なんだ。さあ、取り直しの一番。おお、しかしまだ軍配が上がらない。両者力の限り、力の限り上がっている。まだ軍配が上がらない。上がったか。ジャッジマン、大島強い。大島、大島強い。大島優子、大島。ちょっと川栄粉まみれ。加藤浩二は説明がございます。ただいまの取り組みはですね、はい、残ったのあと5秒ぐらいで川栄が膝をついて、その時点で負けでした。じゃあ食べろよ、バカ野郎。あれで勝負がついてたんですね。そうですね。そこで止めんだよ。すると、去り際に川栄が。川栄惜しかった。川栄さん、何ですか、何ですか。どうしました。何も勝てない。頭も体力も何も勝てない。いや、惜しかったよ。何も勝てない。頑張ったけどね。頑張ったけど。続いての取り組みは、それぞれ異なる1位同士の頂上対決。人気と運、勝つのはどっちだ。いや、やっぱりじゃんけんおかしいんじゃないかなと。じゃんけんおかしい。パーだけで勝てるわけない。すげえ、すげえな。八百長だったらもっと難しいの出すわ。パーだったらさ、パーおかしいと思ってたと思う。いやいやいや、ちょっと私も言わせてもらいますけど、よかれと思って前髪を切ったら指原さん似てるって言われてるんですけど、それがすごいムカつくんですよ。見てください、全然似てないですからね。見てください、私の方が全然可愛いですから。顔近づいて。私の方が可愛いですから。そっからキス、そこキス、キス。顔で検索つけろよ。これは面白そう。ガチでいけよ。オッケー。なんだ。なんだ。なんだ。振り込んだ。
ぐんだが寄っていくよ、寄っていく、寄っていく。さあどうだ、軍配どっちだ。松井、松井ぐんだに軍配が上がりました。わあ、いい勝負だった。いやいい勝負でしたね。ジュリナの足が抜けないか。あ、いいね。あっとっとっと、あっと、最低。これは、これは勝負ついてるだろ。これはダメですね。勝負ついてるだろ。そして颯爽と帰っていく指原。勝負ついてるだろ。清物。そして春の期末テスト1位の優等生を迎え撃つは、ショートカットが似合うあの子。オイル山。顔よし、スタイルよし。うん、ルックスがいいのは認めるけどな、全体的にもっとやる気出せよ。おい、やる気がねえのか。やりました。やる気がねえのか。これやろ。おい、見投げし。YouTube 見たからな。それはようやく伸びてきた髪の毛とともにまだ癒えていない心の傷。やれるか、やれるか。さあ、勝負決まってしまったか。アウト、アウト。スマートフォンで勝負が決まってしまいそうだぞ。仲間たちが必死で励ます。セーフ。髪型はどうにか早めやぞ。ランチパック、ランチパック、ランチパック。歌踊っとくか。髪型ランチパック、歌踊っとくか。ゴーリキダンスで気合い復活。ハッキュー、なった。しゃあ、おっと、おっと、飛ばないぞ、いけ。どこで、どこで、さあ、どこで会うのか。おっと、待て、あー、どうしてた。ランチもエビシャン、1億したの。どうだ、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 ここで組んだ、ここで組んだ。おっと、ミレムシッチ、ということはもちろん勝利の、勝利のランチパックダンスでございます。ご覧ください。張り切ってどうぞ。ランチパック、ランチパック、ランチパック、ランチパック。勝利の場合ですね。勝利のランチパックでございます。おめでとうございました。ランチパック、一斉にスタートを切りました。最初のカードはどうか。ここからのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りします。そして3番手、山本が抜けた、山本が抜けた、山本が抜いた、山本が抜いた、山本が抜いた、この下から抜いた。相撲団体戦第4試合は赤組の北原対白組の渡辺美幸。お互い粘りの相撲を見せるが、最後は赤組が早くも3勝目。松井玲奈にかかっています。いけ。第5試合はここまでダントツのビリ候補の松井玲奈が柏木の一瞬の隙を突いて瞬殺。白組に貴重な2勝目をもたらした。第6試合は NMB 山本が非力の小島を相手に余裕の相撲を取っていると、まさかの大波乱が。ダメだという顔をしている。ジャッジ公平も飛び込んだ末の判定は小島。赤組が完全勝利のご勝利に王手をかける。第7試合、柏木が先ほどのリベンジで再び土俵に上がり横山に挑むが、さあ柏木リベンジなるか、それとも横山が横山が圧倒的な弱さで土をつけられ、白組に3勝目をプレゼント。白組勝利目前の赤組はその命運を先ほど大爆発から奇跡の生還を果たした極楽真由に託す。ガッツリ投げてやれ。いいよし、いいよし、負けんな、負けんな。いい下半身、下半身、いいよ。足開けた、開けて。いけいけ、いけ。足開け、足。あのな、はい、塩太陽だかなんだか知らねえけどな。いい加減な、ファンの人たちかわいそうだろ。マユさんの綺麗な前髪を真っ白くしたいと思います。頑張ります。見合って、見合って、見合って、見合って。本気で、本気のやつにするけど、はい、ヘラヘラすんだよ、はい、ヘラヘラしたら何番でもやらせるからな、はい。
何回でもやらせるぞ、もうヘラヘラしてやってたら本気でやんなかったヘラヘラがちゃいけない環境そんな喋る本当に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 なんだ崩れたか。ただいまの取り組みについて説明したいと思います。先に膝がついたのが渡辺ということで勝者柴崎。勝者柴崎晴れた。そうか、先ついた先ついた。よく見てますね。先ついたザキさん仕事しよった。ザキさんやりましたね。やりましたやったねえ、もっとあげろ。ダメさん、押してたんですけどね。ああ、あ、これはあれは、ああ、悔しいよ。どんどんそれ使ってください。自分のものにしてくださいね。自分のもの。いろんなところどんどん使ってください。これで4勝4敗と並んだ相撲団体戦、最後は延長戦の大相撲の末、山本が峯岸から金星を挙げ、白組がボーナスをゲット。そして疲れ切った体をケアしに訪れた保健室には、なんと保健の藤本先生です。昔と言ったらちょっとおばさん扱いされていたやつ。10年前に国民的アイドルが AKB に愛の説教。もともと大好き、ロッキーのファン、しかも亀井ちゃんのファンだ。亀井ちゃんって勝利。次回完全版をお楽しみに。だんだん名前呼んだね、これ。そしていよいよ最終種目は組対抗リレー。かなりの高得点が入る大逆転のチャンス。赤と白をそれぞれ2つに分け4チームで競うが、赤組はもともと7人のため1人足りない。そこで先生はあるメンバーを補充。さあ誰でしょうか。ガリさん、10年前と同じガリコです。そうか、ガリタガリコさんですからね。この人は女子やだ。女子扱いになってます。ガリタガリコさん、10年前も颯爽と現れたガリタガリコさん、実は元アメフトの名選手で当時もリレーで大活躍。アンカーとしてチームを3位から2位にゴール直前で押し上げた奇跡のラッキーガールなのだ。コンディションの方どうですか。実はいいです。実はいい。なんかあのジムでトレーナーをちゃんとつけてあのトレーニングしてるんですよね。ただ10年前は走った後に怪我をしてる。やっぱ10年経ってますしね。アンカーは2周になりますからね。はい、アンカー2周ですよ。アンカー2周になります。もちろんアンカーには各チームを代表するスプリンターが選ばれてはいるが、最後の瞬間まで体力が持つか不安は残る。大丈夫かな、大島さんとこ大丈夫。2週やからね、アンカー。私もう結構ガタきてるんですよ、体。ガタきてる。まだ大丈夫、大丈夫。もうこれ最後やから。でも大丈夫です。明日の仕事が何だっていいもん。何だっていい。かっこいいな。大丈夫、今日に勝てる。サムライやな。大丈夫か、明日安藤ロイドかもしれんのにな。絶対的エースがさらっと払ったその言葉が生徒たちの目の色を変えた。皆さん最後ですから出し切りましょう。はい、いきますよ。頑張ってみーちゃん。1についてよーい。さあスタート、紅白観光リレー一斉にスタートを決めます。さあ最初のサーブはどうか。第1走者は峯岸、横山、北原、山本、さやか。さあ前後は峯岸、そして3手山本、頑張って、頑張って、頑張って、北原という順番になりましたが、さあ山本が抜いた、抜いた、山本、さやかが抜いて、トップに立った。さあ白が、白が先頭、そして赤リムス、白リムス、赤となっている。さあ後者はブルーバトンをつないだ渡辺美幸、渡辺美幸はバトンをつなぎました。さあ渡辺真由、柴崎、柏木が追う。こけた、こけた、バッと転んだ、転んだ、柏木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 転んだ、やっぱり、柏木こけた、先頭は渡辺美幸、やっぱりこけた、そして渡辺美幸だよ、おこけさんです、そして柏木転んだ、まずい、さあ、第3走者、まずい、まずい、まずい、ちょっと、あっと失速するぞ、まずい、レダが失速するぞ、さあ、最後は抜いていく、抜いていく、指原が抜いた、指原が抜いていった、ミリアムも抜いていく、一気に、3位に落ちた、3位に落ちた、そして、小島にも抜かれて、
さあ先頭はアカリブス、指原さあ赤に白大島と松井純奈の一騎打ちか。熱すぎるデッドヒートを制するのは果たして、大島と松井純奈。最後のリレーはアンカー対決に突入。大島と松井純奈の一騎打ちか。そしてガリコが3番手、三谷が3番手、河合が4番手、大島と松井純奈。早い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 。大島優子1着、2着に白の A 松井純奈、そして3着白の B 河合が今ゴール、そして4着は赤の B ガリタガリコ。やっとこさのゴールになりました。見事大島率いる赤の A チームが死力を尽くして優勝。ついに激しい戦いでしたね。いやちょっと大島ゆりなのね、はい、一瞬の戦いが良かったね。すごかったですね。白熱したな。白熱しました。いや大島さん本当に、よく頑張った。よく頑張った、本当に素晴らしい。赤身素晴らしかった。明日休みましたい。休みましたい。結果赤組の A チーム B チームの命運が大きく分かれた。4位の生徒たちは団体戦としては相撲に続いての負けであり最悪の結果に。ガリタガリコさん抜かれましたけども期待はしたもんな、やっぱりすごい自信で、まあ、さあ多分ね、やるなら絶対優勝って言ったんですよ。ちょっと下がっても負けるみたいなさせるみたいなこと言ってたもん。まだ未だにちょっと若干呼吸法がちょっとおかしいんですがふーっていうね、ちょっとね、しんどいですかちょっと、あの2周目は全然まだなかったです2周目なんて全然まだなかったね。めっちゃ遅かった。生徒たちの激闘を見届けた先生たちは閉会式のための採点を開始。今回は徒競走、走り高跳びの1位がそれぞれ30点、20点で以下順位ごとに減点。逆上がりは成功のみ15点。そして団体戦の相撲、リレーも含め合計100点満点の厳正な順位発表により運動音痴ナンバーワン、つまり AK ブリブリ48のクソセンターが決定するのだ。これより閉会式を行います。さあ皆さん一日お疲れ様でした。頑張りました。汗かきましたね今日は。はい、いよいよ決まってしまいます。いるぞこの中にクソセンター。いますよ。今回はチームを3つに分けさせていただきました。お A チーム B チーム、クソセブンです。なるほど。クソセブンやな。クソセブンの中のクソセンター決めますから。クソの中のクソを決めねえな。そうです。真のクソを決めます。絶対嫌や。まず第1位 MVP の発表です。第1位は、第1位は大島優子。イエーイ、おめでとう。相撲でのチームの負け以外は全ての種目がパーフェクト。年齢にも忙しさにも負けない AKB の絶対エースに大きな拍手を。どうですか、
足が動かないんですよ最後のリレー2周も走ってたら足が動かない状態、はい、足が棒になるっていうことはこういうことなんだなっていうことを今日は明日もちょっと大変かも分かりませんが、いえいえ、まだ最年長、はい、頑張れます。よく頑張りました。おめでとう、スライエント。それでは A チーム第2位は、松井ジュリナ。おお、惜しい。今大会最年少の松井は最後のリレーまでは大島を抑えて1位の成績。来月発売のセンター曲ではトップを狙え。はい、いやでも大島さんと本当にもう僅差でございます、悔しい。もうミスなしと言ってもいいかもしれませんが、まあでもちょっとだけの差で2位と。さあ A チーム銅メダルでございます。小島さんまだ見なくて大丈夫ですまだリラックスしてて大丈夫。先生のこと一番見てるよねまだそんなに、はい、うん、第3位は山本さやか。やったー、おめでとう、頑張るぞ。第3位です。真剣に取り組む姿が印象的だった山本は全種目ハイレベルで銅メダル。これからもその背中で NMB を引っ張っていけ。 A クラス入りです、おめでとう。おめでとうございます。 A クラス3位です。いよいよチーム A 最後の一人、でぶっちぎりのセンターバカだった川栄がなんと A クラス入り。これからはバカな子ではなくスポーツのできる子って言われないか。もう小中高体育しかやってこなかったんで、ね、ここで発揮できました。体育に捧げたからね。体育に捧げた。もうようやくここで皆さんに知らしめさせられました。はい皆さんに知らしめさせられたんで、知らったな、知らしめた、知らしめさせられた。嬉しい、よくわからないコメントでよかったと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。そんな中、あの子呆然と、うん、見てますよね。私あんなにお願いしてんのにっていう。あと何人、あと何人だろう、何人でしょうね。数え出した。お願いの強さじゃないよ。今までやってきたことやからね。祈りましょう。結果はもう出てますけども、うん、祈りましょう。次から B チームでございます。横山由依。AKB1 の努力家が見事 B クラストップ。一同が特に驚いたのはその俊足で、このまま徒競走の資格もユーキャンで取っちゃう。そして渡辺美幸。第6位は高跳びの失敗が響いたミルキー。あの時西の神対応の力で岡村先生を落としてやり直しができていればな。続いて北原理恵。おめでとうございます。第7位が入った。個人としての成績は A クラスも狙えた北原は団体戦の負けに足を引っ張られ第7位。そして B クラス最後は峯岸みなみ。おめでとうございます。峯岸さん第8位で B クラス入り。滑り込みセーフ。ギリギリクソセブンを免れた峯岸、いろいろあったけど経験を力に変えて頑張ってます。ということで、ゴーリキさんダンスちょっとやっとくか。いいですか、やっときましょうか。はい、出た、ランチパリが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 ランチパリ、ランチパリ、サンキュー。なんでおもろいやろ。動きやねんけどな、なあ、そんなデフォルメしてないの。でもおもろいね。そうなんだ。さあ
まだ呼ばれてない人。はい、しっかり手を挙げて。しっかりピーッと。確認だが、今手を挙げているのがクソセブンである。耳に二度腕つくぐらいにビーンと。はい、ビーンと伸ばして、はい。はい、下ろして。いいですか。こっからはクソセブンでございます。クソがついちゃってます。ちょっとだけクソついちゃいました。それではクソセブン。プッチクソやね。第9位の発表です。渡辺麻友。おー、第9位。クソセブンの中ではトップ。クソセブンの中のトップちょっとついちゃったけどね。ちょっとワンタッチツータッチやったかもしれないけど。衝撃のクソセブン入り。1人目はマユユ。とはいえ教職員一同加藤との喧嘩で見せたあの勇姿は忘れません。本当にありがとう。まだ良かったです。まだ良かった。クソセブンのトップ9位やから。9位もう、はい、よかったねえ、はい、加藤浩次とのコントも頑張ってくれましたね。ナイスファイト。頑張ってくれました。ありがとうございます。はい、次はもう10位だ。2桁ですね。2桁に入っちゃった。2桁はちゃうな。ちょっと多めについちゃった。クソ小島さんついてない。うんちついてないですか。ついてないです。それでは俺ついてそうになってきた。島崎遥香。よっしゃやった。よっしゃやった。の声が第10位で届きました。よっしゃやった。レジェンドを扱った島崎遥香。よっしゃやった。逆上がりでは涙を飲むも相撲で頑張りなんとか10位に滑り込んだパレル。それにしても今日どうしちゃったの。出たね声。また腹から声出るやん。やった。今日すごいですよ。こんなに声出てるパレル見たことない。出ましたか。ついに出ましたね。第11位は入山アンナ。今一番祈っていたのは入山さんでした。第11位です。春の期末テストで1位だった入山もクソセブン入り。あの川栄より7ランクしたって。まさに今入山離れが進んでますよ。ガッツポーズして頭かしげてなんかこんなに長く祈ってたことがないからよくわかんない。うわー今ね、今までね、かしこでしたからね。さあ、あれ変だな。おかしいな。私まだ呼ばれてないな。言う人、はい、手挙げて。手挙げて。なんか変だなって。変だな。うーんと手挙げてください。おかしいな。なんか変だな。おかしいな。おかしいな。一生懸命やったんな。呼ばれてないな。皆川さん喜びあるわ。はい、下ろして。第12位は小島春菜。大会中終始ヘラヘラしていた小島だが、相撲と高跳びのおかげでなんとか12位に踏みとどまった。真剣に祈ってた回あったね。でもなん、どんな大会でも下の方におるね。でもね、いつもこの辺です。着実に下の方におるよね。でもよかったよね、まだ下におるから。はい、よかったね。いつもより全然いい。いつもより全然いい。いや、そんなことないよ。そうですね、大会でもこの辺りやな。はい、分からなくなってきた。こんなね、あれ変だな。おかしいな。おかしいな。ゾクゾクとしてんな。怖いな怖いな怖いな。なんだろうな。なんか変だぞ。もう似てへん。そこまで呼ばれたんという人。はい、突き上げて。赤赤白。うわー、やばいね。うわー、ここは苦しい一度もよ。制するのは果たして、この苦しい三つどもよ。制するのは果たして。十三位は指原莉乃。
子さん抜けました。13位です。もっとさすがにねって感じ。ほとんどの種目でひどい記録を残すもリレーの団体1位で点数を稼いだ指原。笑っていいとももチームプレーで最後まで走りきれ。さすがにねさすがにねさすがにねって感じ。この2人やったらさすがにね私でしょっと、うん、さすがに分かって分かった。はいはいはい、おめでとうございます。さあ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 、はい、来た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 、いよいよついにこの時間がやってまいりました。いいですか。よしよしよし。次名前呼ばれなかった人がAK ブリブリ48のクソセンターだ。恥ずかしい。やだ、ハエがたかるぜ。やばいぜやばいぜ、ハエが飛んでくるぜ。恥ずかしいね。恥ずかしいわ、寄ってくんで。どうしよう。厚井さんおとなしいね。もう今喋れない状態ですか。やばい、緊張、緊張している。戻しそう戻しそう。あかんで、うんこやば戻したわ。めちゃくちゃやねんほんまやな。ただ柏木さん、今回ドーンこけたんあなたと私だけです。そうですね、はい、2人だけです。ほんまやな。左膝の裏に違和感を抱えたままの収録となりました。ここまでのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。わかりませんが、いよいよ名前呼ばれなかった人が怖いクソセンターです。行きましょう。決まるよ。あるぞあるぞ。第14位は怖い。どっちだ。第14位は柏木をクソセンターから救ったのはパルルを切れさせた徒競走の10位。逆に足を引っ張ったのはうちのガリタがすいませんでした。ということでAK ブリブリ48のクソセンターはやってもうた松井玲奈さんでございます。まさかまさかの展開でございます。松井さんこちらへ。ここにどうですか感想など。すごく精一杯やって、はい、中森明菜さんみたいな。ハスキーボイスこうやってやったらな、すごく、うん、精一杯やって、精一杯やって、なんか受賞した時のな、明菜さんやな、精一杯やったけれども受賞してるね。最後巻き返した、最後巻き返したんでいけるかなって言ったそっくりやん。寄せて思った。そっくりやん。この後ナンパ戦踊ったらもう完璧やで。確かに後半2種目はまずまずだったが、前半3つはまあうんち。それでは長きにわたった戦いを終えて、いでよクソセンター。浜本理事長代理がとびっきりのものを贈呈。運動音痴ナンバーワン、略してうんちに輝いた松井玲奈に浜本が用意したのは、どうしました。そのまんまの王冠だった。ほやほやだ。湯気出てる、湯気出てる。ほやほやでございます。ほやほや出来たてほやほやでございます。とその時、クソセンターの背後からわー、たくさんのウンチがやってきた。バーッとお祝いに駆けつけたのはウンチダンサーズ。ウンチダンサーズや。きれいあるね。おめでとう。そして
カーにのみ許される運賃ぐらいへ。おーっとついていってます。今夜のめちゃイケのテーマは本気のやる気。運動だって勉強だってたとえ苦手でも前向きに取り組む人はキラキラと輝き、周りに素敵な仲間が集まるのではないでしょうか。おーっとこっちに来た、こっちに来た。右に逃げる、右へ逃げる。さあ足遅いから誰も捕まれへん。AKB 一の運動音痴、略してうんちになったこの人みたいに。さあ行きましたよ。足をせんだよ、ずっと捕まらへんで、ね、足をせんだ、ずっと。さあ誰も捕まえられません。一方うんちに負けず劣らず大人気なのがこちら足柄のうん太郎。さあすっかり元気になったさんちゃんとともに開業して2ヶ月経っためちゃイケサービスエリアの最新情報をどうぞ。車を降りるとまず三千と輝くお金もんゲート、それをくぐるとご来光ショップ。めちゃイケ文化遺産に登録された足柄でしか買えない数々の限定グッズとともに今回メンバーが着用した AKB 体操服も展示中。トップとビリね。そして館内に入るとすぐめちゃイケメンバーのウェルカムボードが全員のメッセージでお出迎え。いらっしゃいませ。18人分ね。お台場ではオカマキャラクターだけだった UFO キャッチャーも、AKB ファンにはたまらない小島帰りに続き、ガルタさん、バクレットお父さん、ドゼーモンなども追加され大盛況。もちろん館内の至る所がめちゃイケカラーでいっぱい。ん？この変な似顔絵は、ガルタさんのわさび入りブーブーブーカレーを食べた後は寒くなっても行列の途絶えないお金もんソフトクリーム。そして再び温まりたいとき AKB も大好きな GQ グルメパークのでっかいミネストローネをどうぞ。日本一面白いサービスエリアは明日も朝から日本一の富士山のふもとで皆さんのお越しをお待ちしています。カニクエはただいまデブエットレースがクライマックス。サービスエリアでダウンロードすれば太れちゃうよ。